韓国志話石壁の巻風を呼ぶ杖このところ義軍江北の陣地は四季すこぶる上がらなかったうまうまと孔明の計りごとに乗って十数万の無駄やをい大いに敵をして開催を叫ばせているという甚だ不愉快な事実が 後になって知れ渡ってきたからである後には今孔明があり周囲も隠れなき名将ことに太鼓を隔てて彼の内情を知る頼りもありません一つお味方のうちから人を選んで呉軍の中へ埋伏の毒を飲ませてはいかがでしょう傍将の純優は 9年の末、こういう一作を早々へ進めた。毎服の毒を飲ます。という意味は要するに、甘いものに包んだ激毒を飲みくださせて、敵の体内から敵を滅ぼそうという案である。さあ、それは最上のかりごとだが、しかし、兵法ではもっとも難しい謀略と言われておるもの。まず第一に、 その人選だが誰か良い適任者がおるだろうか曹操の言葉に純優は考えを打ち明けた先頃上昇がご成敗になった細胞の老いに「細か、最中」というものがいますおじい細胞がお手打ちになったため今謹慎中の身ではありますがおお定めしよう恨んでおるだろうな そこです当然誰もが等しくそう考えるであろうところこそこの作法の狙いどころでありまた重要な役割を果たしましょうでは最下最中の2人を用いて語へ入れるというのかさればでまず上昇が2人を召されてよく彼らの心をなだめまた理と 詠達をもって励まし江南へ放って権軍へ偽って降伏させます敵は必ず信じますなぜなら上昇に殺された細胞の老いですからしかしかえってそれを用意しように本当に御へ下って味方の不利を図りはしまいかよう叔父の敵と恨んで大丈夫です けいいしうにににははののががってて、まます。なでょああ、なるほど。せた。あくる日淳悠は謹慎中の2人をたずのうてまず斜面の命を伝えて恩を売りやがて伴って曹操の前へ出た。 曹操は二人に酒を勧め将来を励ましてどうだ叔父の汚名を注ぐ気で一つ太鼓を立ててみるかと計画を話してみたやりましょう進んで魚名を拝します二人とも非常な意気込みを示した曹操は満足してこのことが成功した暁には 恩賞はもちろん末永く後進として重用するであろうと訳した「お心を休んじてください必ず周囲孔明の首を土産に帰ってきます」「大言を残して蔡兄弟は次の日出発したもちろん脱人の偽装を作ってゆく必要がある」「船数層に 部下の兵五百ばかり乗せ取るものも取りあえず命がけで脱走してきたという封をさまざまな形でそれに満載したほは風をはらみ水はこの数層を送って呉の北岸へ送った折伏呉の大都督周勇は軍中を巡殺中だったが今敵の陣から2人の将が へ500を連れて投降してきたと聞くと明らかに気色を表して「すぐ召し連れてこい」と英中に待ち構えていたやがて最下最中は厳しく護衛されながら引かれてきた周囲はまず2人へ訪ねた「そっかたちはなぜ早々のもとを出して我が声へ下ってきたか」。 部門の人間にも似合わん不徳な行為ではないか。祥然と2人は神戸を垂れて洛類を装いながら答えた。我々両名は曹操のために殺された義の水軍司令細胞の老いにございます。叔父の坊は罪もなく討たれた者の,の古種の成敗を足様に言い呪えば。 これも反復常なしと人は眉をひそめましょう。カフとも頼むおじにしなれ、主と仰ぐ人には今あれ疑われ、夜に陣地なくついに興北を出してこれへ参りましたもの。願わくはそれがし両名の寸命を用いてよき死に場所をお与えください。 中は即座によろしい誓って呉のために尽くす気ならば今日以後我が陣中にとどまるがいい」とこれを観念の配下に付属させた2人は心中に「しすましたり」と舌を吐きながらも表面は糸しおしおと恩を射して退出した。 ロシクはそのあとで「尊く大丈夫ですか?」と疑わしげに彼の真実を確かめた周囲はとくとくとして「差しも中心といわれた細胞なのに罪もなく殺されては彼の真実たるものを恨むまいとしても恨まずにはおられまい」。

すると孔明もまたニヤニヤ笑ってばかりいる「なぜ笑いたもうか」と露宿がなじると「あまりにいらぬご心配をしておられるゆえつい笑いがこぼれたのです」と孔明は初めて周囲の心に計りごとのあることに違いないと自分の考えを説いて聞かせた。 いか西中の公算は明らかに偽りです。なんとなれば西氏はこうここに残しておる。周都督もそれはすぐ勘派されたに相違ないが互いにうを隔てて両軍とも戦いによき手がかりもないところこれは絶好のおとりとわざと彼の謀りごとに乗った顔して。 実はこちらの計略に用いようと深くたくらんでおられるものと考えられる。ああ、なるほど。どうです。ご自身でも笑いたくなりはしませんか？いや笑えません。どうしてそれがしはこう人の心を見るにどんなのでしょう。むしろ己の不憫にあわれを催します。 深く悟っって帰った「その夜御神第一の老将郊外が先手の陣からそっと本営を訪ねてきて周囲と密談していた郊外は尊権以来三代後に仕えてきた行進である白雪の眉軽桂たる瞳なお宗者をしのぐ者があった」。 深夜お尋ねしたのは世の義でもないが各大陣の長引くうちに曹操はいよいよ北岸の要塞を固めその船手の姓は日々中連を積んでいよいよ彼の精鋭は強化されるばかりとなろう。しかのみならず彼は大軍味方は貨幣。 これをもって彼を討つには家計のほかに平術はないと思う。しゅうととくひぜめはどうじゃ果術のはかりごとは。しえ。と周囲は老匠の激しこむ小ねを制してお静かにご老大あなたは一体誰からそんなことを教えられましたか われえからバカを言わっしゃいわしの本心から出た信念じゃあ,あではやはりご老大の工夫とも一致したかではお打ち明けするが実は工人の最中彩下の両名は偽ってごえ投じてきたがそれを承知で味方のうちにとどめてあります敵の謀略の裏を書いて こちらの謀略を行わんためにです。うんそれは妙だしてその公人を都督にはどう用いて曹操の裏をかくおつもりかその奇策を行うには呉からも曹操の陣へ偽りの公人を送り込む必要があるが恨む楽はその人がありません 適当なな人がない。周囲が短足を漏らすと「なぜないと言われるか」郊外は咳きこむように身を進めてなじった「五石たって以来ここ三代それしきのお役に立つ人もないとは周都督のお目が細いここに不詳ながら」。 郊外もうるつもりでござるに。えでは五郎題が進んでその何に赴いてくださるとか告訴尊権将軍以来重恩を被って今三代の訓に仕え立てまつるこの老骨国のためとあればたとえ観音地にまみるとも。 恨みはないいやほんもう至極でござるあなたにそのご勇気があれば我が国の対抗というものですでは周囲は辺りを見回した人中関としてここの一水のともし火のほか揺らぐ人影もなかった何事か たたははししめめわせて、てて、かににににちちちれると、守に命じて書人を集めた孔明も来て神社の傍らに将棋を置く周明は命を下して「近く敵に向かって我が御はいよいよ大行動に移るであろう諸部隊。 少将はよろしくその心へあって各兵船に約3ヶ月間の兵糧を積み込んでおけ」と命じたすると先手の舞台から大将郊外が進み出ていった「無用なご命令今いくつきの兵糧を用意せよ」と仰せられたか。 月分と申したのだがそれがどうしたみ月きは愚かたとえ30ヶ月の兵糧を積んだところで無駄な技いかでか早々の大軍を破りえよう周囲は没然と怒っていやまだ一戦も交えぬに味方の行動に先立って不吉な言葉を武士ども その老いぼれをくくれ。をく郊外もまなじりをさいて。だまれしゅう何時日頃より訓長をかさに来て。しかも今日まで66ろくろくとむさくにありながら。我ら三代の祝勝にもぎをあからず。必勝のあてもなき命をにわかに発したとて。 なんでいいだくだくと服従できようかいたずらに兵を存ずるのみだわ。ええ、言わしておけば、だりに舌を動かして、兵の心を惑わす知れ者め。誓ってその首をはね落とさずんば。何をもって軍律を正しえようかこれ、なぜその追いぼりに物を言わしておくか 控えろ何時ごときはせいぜい仙台以来のしではないか。国く以来三代の公心たるこの方に縄を打てるものなら打ってみや。きれきやつ表にしを注いで周囲の指は猿王が亡者を指さすように左右へしったした。 あお待ちください。一方の大将勘寧がそれへまろび出て郊外に代わって罪をわびたしかし郊外も黙らないし周囲の怒りも静まらなかった果ては勘寧までその間から跳ね飛ばされてしまう「すわ一大事と」と諸大将も今は皆色を失った。 こもごもにに仲裁に立ったいやともかく大都督周囲に対して「公弁はよろしくないと」と書に地に額をすりつけて「国の行進それに年も年何とぞ哀れみを垂れたまえ」と哀がんした周囲はなお肩で体側をついていたが。 人人がそれほどまでに申すなれば一時命は預けておくしかし軍の大砲は正さずにはおけん百条の刑を加えて陣中に謹慎を申しつける」と言い放ったすなわち極卒に命じて定百田を加えることになった。郊外はたちまちま 衣装を甲冑を剥ぎ取られ。呵責もなく。棍棒を振り上げて望む極卒の目の下に。無惨。追い細った肉体を。しかも。囚人監視の中に晒された。撃て。撃て。呵責いたすな。ためらう奴は同罪に処すぞ。怒りに震え。猛りに猛って。 周囲の耳はわびいる諸将の言葉などまるで受け付けなかった「1だ2だ3だ」二だ「三だ女王を持った獄卒は郊外の左右から打ち据えた郊外は地にうっぷして5つ6つまでは歯を食いしばっていたがたちまち悲鳴を上げて飛び上がったそこをまた 十十一女王はうなってこの老章を打ち続けた血は流れて白禅に死み肉は破れて骨髄も砕けたろうと思われた九九十、九十一。百近くなった時は打ち据える獄卒の方もヘトヘトに疲れていた。 もちろん郊外ははや虫の息となって根絶してしまった周囲もさすがに顔面蒼白になってねめつけていたが唾するように刺していたか。言い捨てるとそのまま英中へ急速に入ってしまった所将はそのあとで郊外を抱きかかえ彼の陣中へ運んでいったが その間にも血は流れてやまず、蘇生してはまたすぐ耐え入ること、幾度か知れないほどだったので、日ごろ彼と親しい者や、また後の建国以来、知ラの間に暗くを共にしてきた老大将たちは、みな涙を流して痛ましがった。この騒ぎを後に、孔明はやがて黙々と自分の船へ帰ってい そして一人船の友にいて戦乱から下を望み何事か賃金にふけりながら流るる水を見入っていたろしくは彼の後を追ってきたらしく孔明がそこに腰掛けているとすぐ前に現れて話しかけた「どうも今日のことばかりは胸が痛みました」。は 軍の総司令だし郊外は年来の先輩いさめえようにもあのお怒りではかえって火に油を注ぐようなものですしただハラハラするのみでしたけれど先生は他国の賓客であり先ごろから衆と督も心から尊敬を払っておられるのですからもし先生が 郊外のために取りなしてくださればとは一人ろしくばかりでなく皆そう思っていたらしく見えましたしかるに先生は終始黙々手を袖にしてついに一言のお口添えもなさらずただ見物しておられたそれには何か深いお考えでもあったのですか <laughs> それよりもお聞きしたいのは貴公こ,こそなぜこの孔明を欺こうとなさるるかいやこれは否おうせあなたを声をお連れしてまいってから以来それがしはまだあなたを欺いたことなど一度もないつもりですがならば貴公はまだ 兵法にひり返票の不足あることをご存じないと見える周囲が今日主面怒髪して郊外に百うちの仕事を経し奮然人中の内装を外に発して見せたのは皆曹操を欺く謀りごとであるなんでそれを孔明がいさめよえではあれも計略ですか 明白な企みごとです。が職家孔明がそう言ったということは周寅は必ず黙っていてくださいよ問われても「ははあ、はあ、さては」ろしくは昨日寒うなるのを覚えたけれどなお半信半疑な心地でその夜ひそかに長中で。 周囲と語った時周遊から先にこう言い出したのを幸いに正して見た「ろしく今日のことを陣中の味方は皆どう沙汰しているね」「めったに見ないお怒りようと皆恐々としておりますよ孔明は何と言っておるかね」トトクも「ととくも 情けない押し打ちをすると言って悲しんでおりました。そうか孔明もそう言っていたか。と手を打って初めて孔明を欺くことができた。孔明がそう信じるほどならこの度の我が計りごとは必ず成就しよう。いやもう図に当たれりと言ってもいい。周囲は会心の笑みを漏らして。 初めてロシクに心中の火を打ち明けた。